皆様、おはようございます。ライオングローバルインベスターズの、本でございます。本日は、そのシンガポールのお話をさせていただきます。そのシンガポールの、まずですね、シンガポールの優れた点を、皆さんに共有しですね、なぜその宝石のような国と名付けられることですね、それからこの小さな島国がですね、世界の隅々までですね、よく知られているその理由をちょっと見てみましょう。まあ最後にですね、このサクセスストーリーよりですね、まあ利益を得るため、つまりですね、まあ投資してみたいなと思う方にですね、その ETF2 つですね、ご紹介いたします。まずですね、シンガポールはですね、その、まあリッドドットとも知られていますですね。地図上ではですね、その文字通り、マレーシア半島のですね、この、ここですね。マレーシア半島の先端に、ある、非常に小さなドットでございます。まあ、面積はですね、733平方キロメーターですね。これはまあ、東京都の3分1の、面積です。で、総人口は約545万人です。それからまあ、一人当たりのその実質 GDP はですね、これは US ドルで示しますと、64,154ドルですね。これは2021年の時点なんですけども、これは、この数字はですね、日本の場合ですと、39,285ですね。まあ、シンガポールなぜを選ぶ理由ですね。これは、まあ、たくさんの理由ございますけども、そこでですね、次のですね、その7つ、選んでですね、取り上げますけども。まずですね、この、まあ、壮大なその写真をご覧くださいですね。まあ、高さ40メーターの巨大な滝でございます。まあ、HSBC、そのレインボーテックスと名付けられますが、まあ、世界で最も高い室内の滝でございます。まあ、この建築の脅威は、その2019年4月にですね、チャンギージュエルがオープンして以来、多くの人々の注目を集めてきました。皆様がシンガポールをですね、訪れたらですね、必ずぜひですね、この滝を見に来てくださいですね。まあ、経済ですね、力強い経済ですね。まず、外貨準備金からですね、見てみましょう。その2021年ですね、外貨準備金の高ですね、これは4179億ドルでございますですね。これ非常に健全な数字でございます。それにですね、外貨債務がですね、ゼロでございます。あと GDP はですね、ここの最後の欄ですけども、この2021年ですね、まあ、これも約ですね、4000億ドル弱っていうね、数字ですけども、それからその2022年の伸び率はですね、まあ、大体 3.6% と見込まれていますのでですね、そうするとその2022年の GDP はですね、4000億ドルをまあ超える見込みです。また GDP ですね。一人当たり、さっきの一人当たりの GDP がですね。まあ、これは太平洋、アジア太平洋地域でですね、その比較の表ですけども、シンガポールは、やっぱりトップで、これはまあ、オーストラリアを抜いてですね、一人当たりの GDP 数字が高いではわけですけども、まあ、海外の直接投資もそうですけども、これもですね、まあ、アジア太平洋諸国と比べてですね、シンガポールはやはりトップでございます。まあ、多様な経済ですね。これはいろんな業種に分散、してますので、まあ、先進国のその典型ですが、その先進国と、まあ、同様にですね、多様化した経済が経済的安定をですね、もたらしていますですね。この最も革新的な国のそのランキングですね。シンガポールはですね、今年、要するにその2022年にですね、一つ順位を上げてですね、世界7位に今ですね、来てますね、ですね。シンガポールにまたですね、ビジネスをするのにですね、非常に便利でですね、有利な国でございます。まあ、いろんなランキングですけども、そのアジアにおいてですね、例えばイノベーションセンターとしては、シンガポールはナンバーワンでございまして、それからその先進国、先進的なそのメーカーさんのですね、その
集結というか、そのどれぐらい集結しているかという調査なんですけども、これはシンガポールはやっぱり一番多いんですね。あと、その主要なその多国籍企業の拠点ですね。これは例えば地域でその本部を作ったり置いたりする会社なんですけども、数的にはシンガポールはこれはもうまたですね、ナンバーワンですね。次はですね、その、まあ、グローバル的なつながりですね。これは、まずシンガポールですね、まあ、一流の輸送システムを持っていますけれども、その、まず港からですね、話ですけれども、まあ、世界中の、まずね、600港にまでリンクしていますと。あとですね、200港の海運会社がですね、シンガポールを利用していますですね。あと、その、まあ、調査ですけれども、その34回連続ですね。これはベストシーポートインエイシャですね。アジアにおいてですね、ベストシーポート、いわゆる港ですね、選ばれているということですね。次はですね、空港ですね。空港は、まあ、といえば、チャンギエアポート、バイアレーバーエアポート、2つございますけれども、まあ、まず、その、シンガポールからですね、まあ、100社の空港会社にまでサービスを提供してますですね。それから、シンガポールから100カ国に飛びますですね。あと、6200万人のです、その乗客扱っていますですね。これはこの数字というのは、だいたい人口の11倍のそのイメージですね、のことになっています。あと、また賞の受賞のことですけども、ベストエアポートですね、7年連続でですね、受賞しています。それからその4つの、今4つのターミナルの、その収容ですけども、8500万の収容客を一応収容できます。で、今ね、5番目のターミナルを計画中で、それが、出来上がったら収容がですね、さらに5000万ですね、増えます。ということですね。東南アジアへの玄関口ですね、ゲートウェイですね。これは、まあ、将来の、そのアジア、アセアンというのは、その将来、の強力な経済圏ですけども、その10年後ですね、インド、中国に次ぐですね、第3位と、見込んでいますですね。この地域の総人口は、6億4900万人ですね、今超えていますけども、そのうち3分の1ですね、が、その30歳未満の、その人口なんですけども、はい。それから GDP においても、これはそうですね。まあ、2020年からの 3.1 兆ドルですね。これは、じゃあ、2025年までのですね、4.5 兆ドルですね。と、見込んでいますけれども、これはまあ、計画的にそれで、うまくいけば 50% の伸び率ですけれども、まあ、ちょっと今、COVID の関係でですね、少しですね、達してない可能性もありますけれども。インフラはですね、シンガポールはやはりですね、数々のその賞をですね、またね、受賞してますですね。例えばその、世界トップの交通インフラとか、世界トップの技術力、あとね、アジアにおいてですね、アジアトップのそのデジタルインフラですね、まあ、とうとうですね、そういう賞で結構ですね、もらってますですね。まあ、デジタル、またインフラですけども、デジタル化は、まあ、未来であるという、とよく言われてますですね。まあ、デジタル化のための、その投資ですね。シンガポールはですね、そのスマートネーションによりですね、デジタル技術を発展を、まあ、まずですね、加速してますですね。まあ、最終的にデジタル世界で、そのビジネスを、成功に、導きます。あと、また、錬金ですけども、その下にですね、この、スマートシティですね。世界第一のランキングを、これは受賞はしています。またインフラですが、シンガポールは多くのビジネス活動の中心地であると言われていますですね。まあ、特にその評判があるのは常に次の通りなんですけれども、例えばイノベーションが生まれる場所とでよく言われています。それからフィンテックですね。フィンテックの国際的中心地ですね。ヘルステックの中心地。あと ICT ですね。そのこれはその情報通信技術の育つ場所だ等々ですね。という評判がよくですね、言われています。人材ですね。これはトップクラスの人材で、シンガポールに有名な大学は2つございますけども、もっとありますけども、有名なのは2つございますけども、両方ともですね、アジアですね、トップ3かな、に入ってますですね。であと、当然シンガポールですね、英語でですね、まあ、流暢ですね、使われているっていうのは、その調査によりますけども、アジアでトップでなっていますですね。住みやすさですね、迷う間にもなくですね、その、
食べ物のパラダイスですね。あと歴史と、あと多様な文化ですね。あと娯楽、ショッピング。この写真のですね、ご覧になるとですね、これは、まあ、有名なマリーナセンスのカジノとショッピングセンターですね。あと、まあ、スポーツに言えば、その、トップクラスの、その F1 のナイトレースですね。まあ、あとシティはグリーンシティ等々ですね。有名な、ところです。その、住みやすさは、指標は何かと言いますとですね、そのまた、ね、海外の駐在員の数とかですね、これはまあアジアでシンガポールはトップで、で、世界でその2番目、その安全な都市、それもまあよく言われてますけど、2番目ですね。で、生活の質、まあ、アジアトップで、はい。それからまあ、アジア太平洋地域ですね、トップ15の都市において、シンガポールは5番目、なってます。次ですね、シンガポールの展望について、ちょっとお話をさせていただきます。まあ、まず通貨ですね、強い通貨。まあ、ちょっと、12年前にですね、のところをちょっと見てみましょう。要するに、この辺ですね。その当時は1ドル、1シンドルが63円の為替ですけども、今はですね、ご覧のようにですね、まあ、100円台に、今、来てますですね。で、直近っていうか、昨日の終わり値を見て、よく見てみたら、104.5 円ですね。また通貨ですけれども、対アジア通貨ですね。ご存知のように、アメリカの金利が急上昇でですね、アメリカドルが当然で、ね、強くなってきました。すべてのそのアジア通貨もアメリカドルに対して、ね、下落してますけれども、シンガポールも同じくですね、落ちてますけれども、その減り幅が、ね、一番小さいですね。この 4% ぐらいです。ここを ご覧になると、ちょっとよくあるようにですね。GDP の予測ですね。これはまた、先進国のですね、そのテーブルをちょっとご覧になりますと、そのシンガポールの業をですね、見ると、今年は予測は 3.6% ですね、っていう数字で順調でいけます。あと、その評価というかバリエーションの、これは大体妥当っていう、ということでですね、あと収益の予想はですね、これは安定ですね。このシンガポールの欄の業を 見ますと、17.6% ですけども、これはまあ去年の 45.3 よりは低いですけども、これは結構いい伸び率と考えていますですね。ここはですね、まあ国境がどんどんオープンして観光客も増えていますですね。まあ例年に戻れば、その水準に戻れば、また観光による GDP への貢献がさらに 5% 伸びますですね。あと、その小売りも順調で回復してます。まあ、徐々に回復はしつつでありますが、回復はですね、緩やかですが、まあ、ポジティブな、その傾きをですね、一応示しています。シンガポールのその株式市場ですね、短期的にですね、まあ、反発するではないかと、今見込んでますので、来年の頭にですね、半ばぐらいまでですね、多分投資額を増やす、その最適な機会ではないかと見ております。長期的にはですね、シンガポールは安定した高収益、AAA 市場でので、まあ、もちろん高いインフレーションの状況なんですけども、いろんなインフレに対してですね、うまく対応はしています。あと、景気のサイクルですけども、ここでですね、30年間の景気循環を見てみましょう。まあ、上がったりですね、上がったり下がったり、上がったり下がったりですね。まあ、大体その、今年の、ここに2000ですね、2022年のところを見ますとですね、まあ、そろそろですね、返却点になるではないかと見ておりますですね。まあ、あと、これはですね、非常に面白い調査結果なんですが、これは何を示したかと申し上げますと、その、富裕層の移住ですね。要するに、富裕層が流出と流入ですね。その国に対してそのぐらいの数字が、人数がですね、その調査ですが、ここですね、出てるように、その香港、中国、インドですね。それから、その、まあ、ロシアもそうですけども、これは全て流出ですね。これは今年の調査なんですが、シンガポールはですね、逆にその下をご覧になりますと、そのシンガポール、オーストラリア、スイス、UAE もそうですけども、一応これは流入ですね。入ってきますですね。要するに、これは何を示しているかという申し上げますと、そのシンガポールにですね、まあ、外国資本が流入しですね、これはまあ、不動産とかですね、資産の管理部門にですね、その恩恵をもたらしていますですね。まあ、すなわちですね、言い換えれば、そのシンガポールは非常にですね、安全なその資金避難先ね、と、見なされていますですね。
あの、配当金です。はい。2022年ですね、格付け、あの、AAAの新興市場で、中でですね、そのシンガポールの市場は一番高い配当金のですね、あれじゃないんですけども、一応ね、いいレベルの配当を、一応ですね、まあ、誇っていますですね。そこでですね、最後に投資してみたいなと思う方にですね、以下ですね、ETF を2つご紹介いたします。まずですね、ライオンフィリップ、スリット ETF ですね。これは左の方なんですが、過去何回もですね、これは紹介しましたのでですね、まあ今回はこの次のそのライオン OCBC 証券のシンガポール低炭素 ETF を簡単にですね、ご紹介いたします。これはですね、あの今年の4月にあの立ち上げたもので、その対象指数はここに出てるようにですね、IHOCBC シンガポール低炭素セレクト50キャップ指数で、ちょっと名前がちょっと長いんですが、この指数はですね、企業の化石燃料へのその環境レベル及びその炭素の強度のパフォーマンスに基づいて、その構築されていますですね。これからその、まあ、構成内容ですね。低炭素 ETF はですね、そのシンガポールの企業50社ですね、一応対応してますので、で、この50社はシンガポールの経済をですね、大体代表しているその企業でございます。投資する理由ですね、エスリートですから、そのエスリートの場合は、その持続可能パシュートインカムを得るための、ETF なんですけども、で、その低炭素の場合は、まあ、シンガポールの将来のその低炭素移行に参加すると、同時にですね、あの、シンガポールの実体経済とその金融経済に、あの、投資することになりますですね。そのまあ、S リットの ETF についてですね、まあ、短期的にはその逆風ですけども、その長期にですね、上昇傾向がございます。それがまあ、これは最後のスライドなんですけども、この4つの、あの指数ですね。これはまあ、その4つというのは、その低炭素の50キャップ先のですね、その指数と、あとストレスタイムのインデックス、あと、これはその MSCI のアシアパシフィックインデックスと MSCI のアシアンインデックスですね。ここですね、まあ、この低炭素インデックスはですね、今年の3月14日からですね、開始なんですけど、その注意してほしいのは、ここの緑で合わせているそのグラフですね。その前のそのグラフはですね、バックテストの実績でございますですね。いずれの指数に比較してもですね、そのシンガポールの低炭素、セレクト50キャップ指数は、他のその3つに比べですね、一応ね、勝っています。まあ以上でですね、あの本日のお話はですね、ここまでですね、終了させていただきたいと思います。ご清聴、ありがとうございました。